清廉なる大地を潤す水辺で自然と一つになる喜び。パタゴニアは世界中のアングラーが憧れる夢のフィールドだ。南アンデスに端を発する清流は湖へと流れ込み、多様な生き物を育む命の水となる。ここに住むのは宝石のように輝くコンディション抜群のトラウト。来たよ。なかなかのファイターですよ、パタゴニアのレインボーは。アングラーは逸見哲也さん。トラウトからソルトまで幅広く活躍するショアでのルアーフィッシング第一人者だ。澄んだ水に太陽がきらめく別天地の釣り場、心と体を解き放つ。パタゴニアの水辺に踊る野生のきらめきは、手つかずの自然に息づくピュアな魚の営み。ネイティブトラウトが誘う夢体験を共にしよう。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。パタゴニア長江の拠点となるのはナウエル・ウアピコに面したバリローチェ。関節するアンデスの山並みを望む南米のスイスと呼ばれる美しい大地。釣りの2日目、ベースとなるロッジに到着。おお、すごいですね。目の前が変わるんですね。リバー、ベリーナイスシチュエーション。メニフィッシュ。Many fish. The big fish I see boating here on the 9 kilos and a half. Really? A very brown trout. Catch over there and keep out on this side. なるほどね。About 30 minutes to catch it. これから船乗るんですけれども、朝夕、まあ、帰ってきてからこの川、アウトレットですね。この湖から流れ出すところ、ここで釣りができると。非常に大型の魚もこのここで釣れる。でブラウントラウトがかわいいんですよ。これは釣り三昧ということになりますね。最高の釣り環境に心が高揚する。流行る気持ちを抑え支度を整えよう。現地のフィッシングガイドはダニエル、長江の頼れる相棒だ。よし。しかしすごいとこですね。まあこのロッジといい、このフィールドといい、まあアングラの夢の地ですね、ここは。この湖は七本の腕と呼ばれる7つの長い湾を持つ氷河湖。青い水をたたえた美しい湖はレインボー、ブラウン、ブルックトラウトなどの生息地。無垢な魚と出会えるフィールドは世界でも稀だ。ハロパトリシオ。 OK、My name is テツ。セサル。テツ。テツ。 Yeah。 OK、Nice to meet you。 OK。湖は広大なのでボートで移動しながら探る。よっしゃ、じゃあ俺一人で行ってきますわ。どうなんでしょうね、この波は。やはりパタゴニア風は強いです。まあ風裏に走るんでしょうから、そっちは非常に穏やかなんだとは思いますけれども、まあ、楽しみですね。トローリングも可能だが、そこは逸見さん、当然キャスティングから。まず最初はリアライズ、11g、水深が浅そうなので、ダニエルが昨日言っていたのはシルバー系がいいというので、まあちょっとシルバー系から攻めてみたいと思います。
そうか、これだけ流すのが早いとハイギアがいいね。動いているボートからのキャスティングはレンジのキープが難しい。角度を計算しながら進行方向にルアーを落とし、リトリーブの速度を調整するという難易度の高い釣り。もちろんルアーのウェイトも重要な鍵を握る。もう少し重くしろということなので、24g に変更したいと思います。ちょっと沈んでるんでしょうね、日中なんで。まあ最初はレンジを決める、まあ、ウェイトを変えていってどのレンジが食うのか、これをチェックしていく。その次にカラー変えてみましょう。おお、ウェイトのあるスプーンにチェンジして深場を攻める。しばらくは手探りの釣りが続きそうだ。うん？ロック、あ、ちょっとドラグが締め気味で。さあ、ここは岬の先端食うんじゃないですか。これだけ透明度高いんで、ゴールド系、ブラック系、そういう色の方が僕の経験上は反応がいいはずなんですけどね。渋い状況でも前向きなベテラン、豊富な経験が正解を導き出すはず。今こう駆け上がりに投げて、そこを落として深いところを探って見てみます。シャローサイドはこれだけ透明度高くて日中だとね、そんなに出てきてないとは思うんですよね。ここで魚が寄る条件はあるのかな。今度はショアからの攻め、得意な釣りで攻勢をかける。いや、やっぱりこう実際に自分が水の中に入って魚と対峙する、これはやっぱルアーフィッシングの醍醐味なんじゃないかなと思います。仕切り直し、ボートの釣りでイメージができてきた。あとは自分のスタイルをフィールドに近づけるだけだ。強い風が湖岸の花を揺らす厳しい状況も意に介さず、釣りに没頭する。そこに、あ、乗らない、発売と食ってくるね。よし、スイッチ入ったよ。やっぱりバイトしたのは駆け上がりですね。そこまで落としてからリトリーバースローではないですね。やはりダニエルが言った通りミディアム、あんまりこうスローな泳ぎが良くないみたいですね。それだけプレッシャーのかかってないフレッシュな魚がいるということなんでしょうね。この場所にやる気のあるトラウトがいるのは間違いない。フィールドに順応し始めた逸見さん、反撃なるか。南米大陸アルゼンチンの別天地パタゴニアの湖でトラウトを追う。前半は苦しい展開、得意とするショアの釣りに切り替えてファーストバイトをゲット。
ここから巻き返した。これでいってみましょうかね。リアライズの 18g、ゴールドにレッド。効果的なカラーがまだ見つからない。手を変え品を変え攻めるも最初のワンバイトのみ。やはり日中は厳しいか。探りを入れるためトローリングにチャレンジしてみる。トローリングをしてですね、どういうレンジで食ってくるのか、それをちょっと探ってみようかなと思います。で、本来トローリングですとアウトリガーやレッドコアライン沈むようにコントロールするんですけれども、今回そういうものはもちろん持ってきていないので、既存のタックル、キャスティングゲームで使ってるタックルを使って、広範囲に探って魚のフィーディングライン探ってみたいと思います。リアライズのこれ 24g、一番重いタイプですね。これを使ってみたいと思います。キャスティングのタックルを代用するので狙いのレンジをキープするには重いルアーが必要だ。さてどういう展開になるか、先の読めない釣り。結構スピード速いですねこれ。10メーターには届いてねえな多分。水深5メーターぐらい泳いでればいいとこだと思います。釣れません。このスピードだとちょっとレンジ下がってる。よし、フィッシュ、ヒット。ニジマスですね、これは。レインボートラウト。ん？おー、レインボーだ。よっ、よいしょ、わー、いやー、よいしょ、やっと。綺麗な魚体見てください。やったらジャンプするんですよね。ジャンプも鋭角に真上に上がるような、なかなかのファイターです。やった。まばゆい輝きはパタゴニアの自然そのもの。美しいネイティブレインボー、天然無垢のトラウトだ。魚が食ってくるレンジは確認できた。これは今後に生かせる大収穫。再び丘に上がり、得意な釣りキャスティングで挑もう。よいしょ。よし。ちょっとレンジを上げて、18g。おそらくトローリングしててもそんなにレンジは深くなかったと思うんですよ。腕の見せ所はこれからだ。ここは多分一番回遊が多そうなんで、このラインキャストして釣り続けてれば必ず出会えると思うんですけどね。
アンデスの山々が見守る。そしてついに、来たー、サイズいいよ。おおこれでしょ、パタゴニア。これ走るだろう。よいしょ。うわ、かっこいい。いやー、やりましたよ。見てください、この素晴らしい魚体。いや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 、こいつに会いにはるばるアルゼンチンパタゴニアまでやってきました。いやー、ナイスファイトでしたね。それにしてもこの魚体、銀ピカですよ。銀箔をまとったシャープで筋肉質な魚体、サイズもいい。これこそ恋焦がれた本命トラウトだ。いやー、このネイティブの輝きっていうんですか、この輝き、なんかね、もう見た感じサクラマスですよね、これ。うわー、ものすごいパワー。見てください、この尾っぽ、ほら、でけえ尾っぽですよね。素晴らしい魚ですよ。パタゴニアの湖でネイティブトラウトを追う辺見さん、ついにグッドサイズのレインボーをゲット。百戦錬磨のアングラーがフィールドを自分のものにし始めた。おお、すげえジャンプ。うわー、バレた。うわー、悔しい。まだ飛んでる。すげえ、パタゴニア、まだジャンプしてる。なんか本領発揮って感じですよ。魚っ気は濃厚。ファイトさせられるか。タイミングはバッチリ。しっかりチャンスをものにした。はよ、おお、綺麗、ピッカピカ。おお うおー、ダッシュ力すごいね、やっぱ。よいしょ。おお、いやー、いやいや、素晴らしいファイトでした。銀ピカのレインボー、元気いっぱい。野生児とのファイトを満喫。地球の裏側まで来た甲斐があった。なかなかのファイターですよ、パタゴニアのレインボーは。さあ、これからという時に風が強くなってきた。ついてない。風が邪魔をする。仕方ない、今日はここまで。しかし、最高のトラウトに出会えた。予定より早く切り上げることになったが大満足。ロッジでのんびりと余韻に浸ろう。外はまだ明るいが、ビールで祝杯。これぞ至福の一杯、羨ましい限り。リコ、マイ、リコ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 、
酒の魚はこの日の釣果。何度見てもいい魚だ。夕食の支度が始まった。ディナーはロッジのオーナーご自慢の手料理。When I'm making a little trout with potatoes. いい香りに包まれて、辺見さんは明日の下準備だ。魚がね強いんですよ。まあ通常だったらこの針、この軸の太さでいいと思うんですけれども、もう一つ太く付け替えて、より一層大きい魚をキャッチしていこうと思います。アルゼンチンのねレインボーやたらジャンプするんですよ。やっぱりこのジャンプするとどうしてもこうテンションが抜けてしまう、抜けてしまうのを補うために、まあ、ここですよね。ここが、まあ、紐でできてるんですけれども、ここがね稼働率が非常に高くて、魚って結構ぐるぐる回るんですけれども、こう回ってった時にいくらでも回りますよね、ルアー。ところがこういう、まあ、スプリットリングタイプ、スプリットリングに完全にワイヤーのみでできている針はこう回っていくとこれ以上回らない。ここで力が働いてバレるんですよね。これが常にこうフレキシブルに動くフックですとバラシがすごい減る。特に重いルアーを使うときにはこれ効果的ですね。この日の釣りを思い起こしながら万全の対策を講じる。備えあれば憂いなし。これほんとね、まあアングラー釣り師の夢の地ですね。まさか自分がこんなシチュエーションの場所に来るなんてほんと夢にも思ってなかったですよ。サンキュー。グラシアス。グラシアス。いや、やっぱね、このうまいワインを、デリシャス。ボイナビダ。ボイナニア。ボイナビダ。グッドライフ。グッドライフ。グッドライフ。ボイナビダ。うん。もうこのシチュエーションで飲む。ワイン最高のひとときですよね。ありがとうございます。乾杯。乾杯。飲むかお前。涙が出そうです。トラウトが蒸し上がった。立ち上る湯気が食欲をそそる。上質の油を蓄えた天然物。まさにパタゴニアの自然そのもの。極楽釣行はまだまだ続く。この湖で育ったトラウト、うまいっすね。鮮やかな南半球パタゴニアの夕暮れ、息を呑むほど美しい。大自然の中では時がゆっくりと進む。忘れ得ぬ思い出。あ、送った。でけえ、暴れた。悔しい。
パタゴニア、汚れなき水辺の物語、次回完結。